ラブスマイルのフルスロットル。はいはい、ということで、うん、これから後半戦なんですけども、どうでした前半戦？前半戦はですね、私わけわかんないままちょっとね出せていただいてAT が意外と良くて、ちゃんと弾けるところで、で前半戦は40ゲーム残り AT 残したままでやめております。これがこの後半戦でどんだけ伸びるかが見せどころという感じでございます。はい、そして私ですか、私は当たったんですけども、時短で引き戻せず400ハマっております。今はい、どうしようかなと思って大移動してちょっと軽めのやつに行くか粘るか。でも今私もちょっと流れがあるから、まだその崖っぷちではないからどうなるかはね、この後次第だけど、どっちもありますから、罰ゲームもあるかもわかんないし、大逆転もあるかもしれないってことで、私はそのまま台のね調子っていうかいいんであれば打つのもありだと思いますよ。粘らせていただきます、私が伸びるかもしれないし、そうですね、そこはちょっと連絡取りつつ、やばそうだったら早急にアマデジに移動します。そうね、ちょっとね、はい、ちょっと、でも頑張っていただきて、でもまだまだこれからなのでね、そうなんです、後半戦も頑張ります、はい、今回私たちが実践するホールはデニスコートグランスロットとデニスコート阪急伊丹店。デニスコートグランスロットは阪急伊丹駅から西へ徒歩1分以内と好アクセス。兵庫県下最大級のスロット専門店、地域初の30杯置きスロも導入。そしてテニスコート阪急伊丹店はパチンコパチスロ合わせて伊丹地域最大設置の548台、阪急伊丹駅地下降りてすぐ、駐車駐輪スペース完備で皆様のご来店お待ちしております。はい、ということで後半戦いきたいと思います。お許しが出たので3枚目です。まゆみちゃんが肛門茶まで出してくれることを祈って、これで当てます。お願いします。いってらっしゃい。あ、刺さった。今日初の剣。ここでけじれんは別にここ大事、本当お願い。お願いします。赤大間さん、乗ってる乗ってる。もう一回。お、うん、大丈夫大丈夫。スローだけど。黄金騎士来た。これエンブレム落ちるんじゃない？お願いします。お、初めて見たこのボタン。これプレミアのスイッチオンの1個下のやつ。お願いします。これ外したら私くじけちゃうかもしれない。赤でお願いします。3D でお願いします。お願い、本当にお願い。なんか気が抜ける、この画面。ストライク。打ったいけ80ゲームいただきましたよ。よかったここにいる。お願い。今日2回目お願いします。もう怖いよ、さっき外しちゃったから。あー、でもしかも飛んでるし、一番いいやつ。もう1回は来てくれるはず。緑か。プルプルしてる。初めて見た、超綺麗。お願いします、本当に。まあ、ここからですよ。歯車、バイオレーターか。青以外でお願いします。お、ゴッドさん。あ、あ。こんなパターンもあるんだ。これは来るとして。これ押せの意味あんのかな。だったら。80、50どんどん下がっていく。でもありがたいです。イエイ。はい、668枚。うん。これ何回中何回落ちるんだろう。あ、でもいいか。ヒント。緑保留。お、23までいってる。お、初めて見た。お、赤になってる。みんなの熱い思いが第5弾を実現された。母さん、祝福の歌だ。超激アツホラーは俺が切る。超激アツホラーって言ってましたよ。エンブレム落ちないのかい。赤保留。あったあった。よかった。当たったけど、何このさっくりした感じ。今まであんな暑いので当たんなかったのに。あれない ST に入れてお願い。セグは見ません。本当に帰ってくれ。あ、赤。本当にやったー。嬉しい。よかったー、よかったー。本当に泣きそう。こっからですよ。出したメダル分がちょうど飲まれようとしてます。前半戦出した分を使います。水戸かける2ルーレット1回目だって。あ、こういうこと？え、怖っ。反省会だって。もうちょっと進んでほしかった。反省会じゃー。ご隠居盗みで暮らしてないでやつ。あ、発展しちゃった。わー、マジか。勝ってほしい。こんなもんかよ。ほら、やれ。これは勝ってほしい。お願い。ほら、やれ。負けた。また一人俺様のところ。あ、え、ラブラブ、なんかデート行きたいね。あー、ご意向チャレンジ頑張ります。もう一発で。頑張る。おいおい、勝ち取ったり。これでいこう。夜明けでごめんなさい。ここから伸ばすよ。確定ってことだよね。いただきましたよ。あ、もう1回まで挑戦。挑戦かな。 12% 来い。おっ、ありがたい。だってこれも楽しかったもん。よかった。オッケー。まだ引きは死んでなかったかもしれない。待機中で上乗せすると嬉しい。開始。回しか揃わなかった。でも 12% いけたからよかった。あー、駆け抜けた。350枚。降りろ。知ってた知ってた。やった。やっぱエンブレムセーフです。単発回避よかったよ。バシャーン。あ、緑。あ、緑になった。赤までいった。お願いします。あ、もうブルブルしてる。なんとか3回目。よかったー。もう一回お願いします。もうあっという間に5000発。早い、やっぱガロは。赤早っ。早っ、びっくりした。あ、赤という前にエンブレム落ちましたね。順調。いやー、終わってしまった。7600発で終わってしまいました。自分の投資分くらいは多分取り戻せてるかも。なんで粘っちゃおうかな。たまったー。あ、続いた。増えた。400始まった。さあ、ミトルーレットもう何回目かな。ご意向チャレンジしちゃえ。チャンスだって。銀までいった。あ、ご一行チャレンジゲットしました。こういうパターンもあるんだね。さあ、私の引きはどうかな。もうこれしかやらないけどね。これで決まりじゃ。またなんで家康引けないの？いっかあ、いいね。またこれ2回目。熱い演出もなく、ただ淡々と消化しておりますがあっという間に350ゲーム。ああ行くでしょう。いやど。いいやつかも。すごい楽しそう。今日は私個人的にはその黄門ちゃまかつの見どころ半分ぐらいは出せたんじゃないかなと思います。演出的には。なるほど。でゆずきちゃんは、ゆずきちゃんですか、SD 入って4連でまくったんですよ。一時プラス息からの過去息みたいな。あ、でもあそこモテたんだ、プラス。そうなんです、モテってちょっとマイナスになっちゃいましたけども、すごいよ。結果発表の方いってみますか。いきますか。私からいきます。じゃあ投資がじゃあ枚数でいきます。1175枚投資の658枚回収なんで517枚マイナスです。でもよくやったよ。一時期は1175枚マイナスだったんですよ。半分に戻してるから頑張ったんだ。ありがとう、ありがとう、頑張った。どうぞ。はい、まあこのにこやかな笑顔を見てもらったら分かると思いますけど、私はですね、最初投資が752枚、回収がですね最後後半も伸びてくれて1961枚で結果プラス1209枚となりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかで、そうだね、ごめんね、トータル、2人のトータルです。プラス692枚です。初めてカメラが回ってる段階でプラスです。プラスです。もうはっきりしたプラスです。もうまあね、額は追いつかないけど、このジェニースコート。そうだ。そうでしたね。リベンジ達成ってことで。よかった。よかった。もうね。やっぱドキドキしちゃったよね、本当に。なぜか手が震えましたもん。震えちゃったよね。いつセロハンテープ出されるんだろうみたいな、もうガクブルガクブルしちゃって、もう寒さのせいなのか何なのかどうしようみたいな。じゃあまた次回は皆さんお楽しみにしていてください。ラブスマイルでした。ありがとうございました。